おっすえー、皆さんこんばんはナイトでナイト今月はですね、あのー、昭和を代表する、えー、劇作家あ漫画作家なんですけどね劇画作家の梶原由紀という先生が見えましたね、あのー、その方のお話をちょっといろいろしていこうと思います、えー、最初はの空手ばかり時代これお話しさせていただいたんですけど動画でね、あのーまあ、皆さんご存知の極神会館の 総帥の大山末総祖、えー、先生のお生涯を綴った、まあ、梶原先生作のお劇画だったわけですけどもえここからまああの極神会館というのはねあの世界に羽ばたいて、まあ、皆さんご存知なんでここちょっと端折りますけども極神会館についてはあのーまあね、後日またあの具体的なお話はさせていただきたいと思います。えー、私はあの今あの,この,、ね、極新の猛虎と言われたあ そういうの吉事というあの今指導官総帥、まあ、官長のお末席に加えさせていただいております。あの今日はあの指導官の同意をまとって、えーまあ、前半はね放送させていただきたいと思います。同、え、意、ー、を着ている以上はいつものようにサングラスはしておりません。えー、ちょっとねこれねアクセサリーはャれみたいなものなんですけどね。えー、とね「空手馬鹿り剤」はね大山先生への生涯を連ったものなんですけどもこれはまあ、あのー、少年。 えー、マガジンだったかな「人形天井」その流れで、えー、より本来梶原先生がき描きたかったであろうという,うもっと極端なあ実は空手漫画が存在しますこれは完全な大人向けの漫画で知ってる人はして見えるんですけど知らない人はあ、まあ、ほぼ知らない「こう空手地獄編」という漫画がありますこれちょっと画像出ますか「空手地獄編」。 これですねここれれ空手時刻編、えー、これはねあのー、空手ばかり時代はまあ割と大山先生の生涯を綴ってるわけですけどもこの空手時刻編っていうのは完全なもうあのオリジナルアニメ作品でより、えー、過激でよりグロくてよりエロいとまああのー、ね政権でこう、ね、あの頭蓋骨を粉砕して あそれからあのぬ抜き手であの目玉をくり抜くとかね内臓をえぐり出すとかもうそのかなりあの SM に近いようなひどいシーンがありましたよねこれたでもあのストーリーとしてはね大人の方が見てものすごく面白いあの過激な今となってはできないような作品で「空手時刻編」それであのの内容が一部白黒の画像出ますからね「空手時刻編」こんな感じですね。抜抜き手であの目玉をくり抜いてい あの,あ,のあるいは抜き手でこう内臓だったりあのアバラ漏れだったり抜き取っていくこの牙というねあのー、がきます、えー、出ます、えー、主人公ですね空手地獄編、えー、これ本当にね凄まじいあのー、空手の漫画ですあっとコメントいただきましたねすみませんありがとうございます <laughs> えっとね上野マーキちゃんがねあの銃撃してますねと えー、あいつもし志村さんありがとうございますあのー、ねえー、とね前回生放送じゃなかったんですよあの収録だったんでね、あのー、コメントいただきましてありがとうございますいつもあのご覧いただきまして、えー、今回はね、あのー、そうなんです、あのー、昭和の方が大好きなあの梶原一輝さん、あのー、スーパースターレスプロレススターレス、あのー、これ一連のことにちょっとね、あのー、ざっくりこう梶原先生の話すごくたくさんあるんで、あのー、まあ随時注文を追ってやっていきますね、うん まあ今あの空手時刻編こう言ったんですけどこの空手時刻編からあのまあエンディングがあってこのキバという主人公の人はあのついに全日本の世界のプロ空手も制してそれから先生を通してあのプロレスも制してもう最世界最強になってしまってさてここから先どこ行くんだっていう話で空手をメインに素手でやるボディーガードをやりますね。 えー、ボディーガード牙というのに、まあ、これ今画像出しませんけどボディーガード牙というふうにつながっていきます。でこのボディーガード牙はいわゆる銃を持ったりナイフを持ったり武器を持ったり人間する人間と互角以上の戦いをするまあそうですよね頭蓋骨やらあのボディを粉砕してしまうような素手を持ってるあボディーガード牙。これあの東映で 千葉真一さん主演であの映画になってますので、えー、ボディーガード牙興味がある方はあの、まあ、千葉真一さん主演のものその後もあのも何度かリメイクされてます。これあのだいぶ原作よりは甘くなってますけど結構面白いので、ね、あの見ていただけるといいと思います。でさあ,あ梶原先生の代表作ってねあのたくさんあるんですけど、まあ、多くの人が思って見えるのは「タイガーマスク」「巨人の星」。 そして明日のこれはの梶原作品の3、まあ、部作ではないもっとたくさんありますけど、まあ、特に有名なものであってただ梶原作品の特徴としてはですねほぼハッピーエンドはない主人公が死んでしまうかもしくは廃人になるかもしくは再起不能になるというのが梶原作品の特徴の一つなんですね。 でただその中には人はいきいかに生きていくかという教えがたくさん入っていますあの大抵の主人公は親がいないもしくは片親である父親だけ母親だけそんな中で努力と根性と忍耐という言葉で主人公は夢に向かって努力していきます、えー、ただ梶ジ先生がねある本の中でこんなことをおっしゃってんですね根性 根性というのは1日100円を貯めたら10日後に1000円になるという類のものではないとこれをおっしゃってるんですね必ずしも成功することではない保証はないただ1日100円ずつ貯めるつまり毎日毎日鍛錬することに意義があるんだということをおっしゃりたいんだと僕は解釈していますでカジュアル作品の中にはたくさんそういう教えがあるので現代には通用しないような コンプライハスみたいなこともたくさんありますけれどもあの僕はあのやっぱり現代にはない教えだと思っているのでこれぜひご覧いただきたいですね。さて、えー、その代表作の一つ「タイガー・マスク」これあのー、まあ大まかにもう皆さんご存知なんですけれどもおー虎の穴出身の覆面ですらタイガー・マスクという人間が、えー、個人の子どもたちのために、えー もともといた虎の穴という悪役レスラー専門の養成所を裏切って、えー、フェアプレーで戦い抜いて戦い抜いて体を傷つけながら個人の子たちのために、えー、援助を続けるで最後の最後はその正体が大、あのー、ボスが出てきましてね「グレえー、タイガー・ザ・グレード」ってものすごい強いのが出てきて、えー、マスク剥がされてしまって、えー、正体がバレてしまうとで。正体がバレてしまうんだけども えー、お前たちに教えてもらった反則を俺はお前たちに返して俺は伊達直人に戻るんだというエンディングで、えー、そのラスボスをやっつけて一人、えー、親友の墓参りを済ましてからもう子供たちに反則をしてしまった俺には子供たちに会う顔がないということで海外に去っていくっていうのがアニメのエンディングなんですけどこれオープニングからエンディングまでをまとめた動画がありましたのでちょっとご覧いただけますかねこんな感じです。ド そだ。お前はドラになるのだ。ターン。白いマットのジャングルに今日も嵐が吹き荒れる。ルデメ 「ゆけせゆけけタイガーダイガー,ダイガーマスク」 野獣の向こうの島のガ岩をひるがえしやつらの牙を折ってやれ行け行けタイガータイガー,イガーマスク さも「気もないジャングルに」「潮をよぶ罠が待っている」「目やふれで切り抜けて」「男の根性を見せてやれ」「行け行けタイガータイガータイガ はい、えー、これがね皆さん昭和の方はねよくご存知のエンディングです、えー、マスクを剥がれたタイガーはただ、あのー、子供にね正しい道を教えようと思ったタイガーは最後に反則を使ってしまったことでもう子供に合わす顔がないということでマスクを後輩に置いて海外に一人去っていくこれがアニメバージョンの最終回です えー、梶原作品の特徴の一つとして己の道を貫くという,うポイントというのがあるんですけどねもう一つ、あのー、大きなポイントがありましてね、えー、と梶原作品結構アニメになってるんですけどアニメと原作はあのー、エンディングがかなり異なるということが特徴としてよくあるんです。えー、このタイガーマスクですけど 今あのアニメバージョンではこういう終わりなんですけど原作大きく違うんです原作は、ですねえまずは画像1、出ますか。はいここれれですねこれえよくあるんですけどこれね、ドリー・ファンク・ジュニアって当時本当にいたプロレスラーとワールドチャンピオン世界チャンピオンを争うために会場になぜか歩いて向かっているんですけど歩いて向かう途中で子供がトラックにひかそうになると危ないとこれ助けに飛び出すんですね。そして どうなるかというとはいタイガーマスクこう子供を助けてトラックに引かれてしまいますドーン弾き飛ばされてドールの口でドーン飛ばされてしま,ますね。そうこんな感じですでもう瀕死のタイガーなんですが、えー、懐にマスクを入れてるんですねでマスク入れたまま救急車に、えー、見つかってしまうと自分がタイガーだという正体がバレてしまうので伊達直人がタイガーだという正体がバレてしまうので マスクを命の最後の力を振り絞ってあの懐から取り出してただの横にあるただの側溝、まあ、というかドブ川ですよねそこに栄光の自分の,あの命を懸けて守ってきたマスクを投げ捨てて自分は一人誰にも知られることなく死んでいくこれが原作のオリジナルのエンディングです。えー、梶原作品こんなものですね もうね、あのー、そういうふうにねかなりね、あのー、これねやっぱりアニメにするとこう子供に夢がないんで、あのー、こういうふうに書いたんですかなりあのアニメと原作は違ってて梶原先生がどちらの方を本当はやりたかったのかっていうのは僕はもう知るすべもないんですけども、まあ、そういうことが多々ありますそして、えー、次の代表作はあの「巨人の星」これ「巨人の星」まずオープニング動画どうぞ。 とね、あえて僕がやるときはあのリメイクとかじゃなくて当時のオリジナルの動画を使ったりするんですねあの雰囲気を使って、えー、掴んでいただきたい。えー、マキちゃんからあのコメントを頂い,いたんですけどもあのこの方ねあまりこうまあまあ若い方で梶原作品あまり知らないっていうことでねこれまあどちらかというと男っぽいしあのもうかなり昭和のどっちかというと戦後のこうなんだろう あの精神論みたいなのがすごく入ったんででも「タイガー・マスク巨人の推明日のジョー」この辺りはぜひ時間がある時に見ていただきたいなと思いますね。でこれ大リーグボールこの巨人の推しなんですけどもえ主人公の星ヒューマこれあのさっきあのお話ししたようにお母親がいないお父さんは元巨人軍なんですけども当時巨人が最も強いと言われてた川上哲治というね えー、背番号16をつけた、あのー、方が V9 だったかな連続で、えー、優勝した時代の王,さん王貞治さんとか長嶋茂雄さんがいた頃の巨人軍これを栄光に導いていく少年の話なんですけどお父さんは元巨人軍なんですけど、まあ、ある事情があってねそう詳しく言いませんけど知ってる人多いんで、あのー、巨人軍やめますそして息子を鍛えてお前は巨人の星になるんだと。 言って小さいの頃から鍛えるんですけども、えー、野球やるにはまあここで初めて「魔球」という言葉があのいっぱいに出てくるんです子供の頃からこんなものをつけられて練習させられますこれどうぞこれこれ「これ俗に言う大リーグボール養成ギブス」と言いましてね一、あのー、日中24時間つけてないといけないんですよこれあのご飯食べる時も大変ですよごあのー 箸もこう茶碗を持つグ,ーグ,ーグーッグッグとこうエキスパンダーをつけてるようにこうね持つんですよこれ。これで、あのー、もういわゆる背中の筋肉から上腕筋から全部鍛えるっていうでこれをや,やっていくんですけどこれをやったおかげでえー、っとえー 高校で、えー、準優勝花形見するというライバルにあの最後打たれましてね準優勝して、まあ、巨人軍に入るんですけどもとにかく星悠真っていうのは天才的なピッチャーであるんですけども全てうまくいかず全部試練の連続です、えー、巨人に本当だったらドラフト1位で入れるのになぜか、あのー、新人の何のて言うかなあの入団テストから行って2軍から始めていくとかねもうとにかくもう試練試練の連続。 と甲子園の時は豪速球ってものすごい球を投げるサワンねものすごい球を投げるっていうことで、えー、名を馳せたんですけどもところが、えー、星ヒューマの球種が軽い球が軽いでそれをライバルに気づかれてしまってプロに入ったらもうライバルたちは簡単にホームランにしてしまうぞ言い放たれてしまうんですね。そしてヒューマは考えたあげく大リーグボールと名付けた魔球を考え出します。 これはあのまず第1番目の画像は大、えー、リーグボール第1号を投げるときの投球フォームです。これ、ですこれこれ大リーグボール1号、これ大リーグボール1号っていうのは、ね、これね、編み出すまでにね星いはなぜかボクシングやったり剣道やったりね、あのー、いろんなスポーツやるんです。これ、なんでやるかっていうと、ボクシングとか剣道って、相手が打ち込んできたときに目つぶったら当たっちゃうんですね。あと あのボクシングの剣道は相手の木を読んでよける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 ってねでそれをやることによって相手の木を読んで構えているバットに自らボールがぶつかっていくんですよこれダイレクトボール一号ってねだからボールの方から当たってくるんであの触れなないんですねあのー、なんていうかなこうモーションかかったら打ち返せるんですけどこう構えてる状態の方に当たってくるんですよ。でこれで 相手の木を読んでるんでこうバントをしようとしてるとかこうこ振ろうとしてるとか全部読まれるんで必ず一番悪いタイミングの時にボールが当たるっていうのが大リーーグボール1号なんですでこれはあのー、誰も打てなかったんですけどただ花形満とこう今追い込められてるのがじゃあ当たってから振ればいいじゃないかっていう、えー、発想になって破るんですけども。 打った途端に、体に無理な負担がかかって、体中の骨がバラバラになって。あの、何ヶ月も入院しなきゃいけないという羽目になって、まあ、大リーグボール一号の話が終わります。さて、一号を打たれた星今なんですけれども。続けて、大リーグボール二号を、えー。開発します。これが大リーグボール二号、東京ホーム。これ、大リーグボール二号、一号の時はね。足が真上に上がるんですけど。二号の時は、ちょっと開いてるさ、ね、体出しの方。 これ大リーグボール2号は何ていう魔球かというと消える魔球なんですねベースボール上で、あのー、球が消える、えー、なぜか球が消えるで、まあ、結局のところこの球が消える正体っていうのは猛烈な回転をして、あのー、低回転であの低猛烈な回転で低いところを飛んでくるんですねでグラウンドの砂煙で球が消えたように見えるんですで、あのー、ボールが消えるんで当然 あのバッター打てないなんですけどもまあそれも結局見抜さあダイリーグボール2号も打たれて失意のどん底の星今なんですけど、えー、ついに最後に、えー、今度はこのカカジジュュアルカジュアル先生の作品のもう一つの特徴としては親だったり師匠だったりする 最もその尊敬し愛すべき人が自分の最大のライバルになっていくっていうのが一つの特徴なんですね。で今回も最初はヒューマンのことを応援してくれていた星一徹という厳しいお父さんがライバルチームのの中日の監督になっているんですそれでしかも親友だったバンチュータというのを中日にトレードで引き抜いてですね徹底的に鍛え上げて最後の最後もう本当に苦しみ抜いて星日向 ダ、えー、リーーーーーグボボルル第第3 3号号というのを編み出しますすここちらがれですね、えー、アンダースロー今まで星湯馬はオーバースローで投げてたんですけど唯一これだけアンダースローこれはただ、えー、指先の筋というか筋肉を相当変使う変化球でふわふわって飛んでくる超スローボールなんですね。でこれバットで打とうとするとバットの風圧でボールが避けていってしまうっていうあの。 風船のように打てなない球なんですよ打とうと思えば打とうと思うほどボールがバッとこうスルッとすり抜けていくこれがダイリーボール3号で結局誰も打てないでもうただこれを投げるとあの腕にものすごく負担がかかって医者にはもう投げるんだと投げたら筋が切れて先週生命を断たれてしまうと言われるんですけど、まあ、ヒューマン投げ続けますで最後の最後はあ中日と決勝戦戦ってえっ、ー、とですね、えー お父さんの星一徹率いる中日が鍛え上げた親友であるバン・チュータにこう打ち込まれるんですけども打ち込ますためにバン・チュータをえーと第1回だったらで1回から始まるまでずっと逆立ちさしたりなんか腕立て伏せさしたりしてあのバン・チュータうのはフラフラに刺してくんですよ。でフラフラに刺しておくから力入らないで力が入らないからフワンド打ったらカーンって打てちゃうんですね。で3号を破れたりってなるんですけども。 フラフラになってるんでホームベースまで回れないそれは父の星一徹も見抜けなかったそれで、えー、結局最後の一投投げた時にうーっと投げてここの線がブチッと切れてですね星ヒューマンとピッチャー生命を投手生命を断たれてしまうだけどもその試合には勝って優勝して、えー、涙ながらに父親が、えー、中日のコーチである父親がグランドに かあの駆け寄ってですねよくやったと「お前はこれで輝ける巨人の星になったんだ」と言って「もう俺のことをわしのことをこう敵だとか、えー、敵のコーチだと思わんでいい」と「父ちゃんと呼んでいいんだぞ」と「俺たちは親子に戻るんだぞ」「こっち来いヒューマ」と言ってヒューマーをおんぶしてグランドを去っていくというのがこちら話これですね、えー、行くぞどこまでン。 命の限り」とこう歌がう入るんですけどねこれね <laughs> これがアニメ版の最終回これね本当にねあの僕まあ子供の時に野球なんかでみんなやってたんですよ当時の小学校の子供はねあの本当に今泣けるシーンでねあの親子がこれでやっと一つになれたんだなこう名作中の名作のエンディングでしたあの戦い終わって親子の絆が戻るところが これもまたカジュアル作品の特徴の一つで原作のアニメのエンディングは大きく異なるんですねこれね、えー、これ打ち込まれて原作のアニメの特徴原作のアニメはどうなったかというと、えー、ついにダイリーグボールさんが打たれて、えー、選手生命たどれました ね、大阪の不良娘の3人グループのー、まあ、歌手っていうかな、あのーまあ、ピンク・レディーだったりキャンディーズだったりみたいなアイドルである女性のグループがいて、ねまあ、お京さんだったお京さんっていう女の子、まあ、メインの,、ね、あのセンターの子この好きなんですよただ星日向は過去に、あのー、愛した人をあの病気で死なしてしまってるってちょっと悲しい過去を持ってるんですけどもそのお京さんは星日向のことが大好きでなんですけども。 おサモン豊作っていうライバルが今度そのお京さんのことを愛してるで日馬はもうだから、うん、そのライバルであるサモン豊作とそのお京さんに幸せになってほしいということでラストの原作のラストのシーンっていうのはサモン豊作とお京さんの結婚式を星ーマンーが窓の外からそっと見つめて幸せを願っているっていうシーンから始まるこれです。 窓の外からね「これです、ね、こう幸せになってくれよサモンとこうお京さんとサモンが結婚しがけてるしそして星ヒューマンは一人黙って十字架を背負って去っていくとこの十字架っていうのは「巨人の星」という十字架それから「天涯孤独だ」という十字架人生の十字架いろんなことがあるんでしょうね寂しく町を去っていく星ヒューマン。 これが原作の本当の巨人の星のエンディングです。だからアニメとね。原作はね。梶原先生は本当に大きく違うんですね。こういうことよくあって、梶原作品の中にはあのこういうことがたくさんあります。で、あのー、もう一つの次どんどんこれ時間の関係で話を飛ばしていきますけど、もう一つの目先。今度はボクシング。明日のジョこれまず明日のジョのオープニング当時のものどうぞ。 えー、唯一ね、ね明日のジョーだけは、えー、原作に忠実なアニメのエンディングになっています、えー。これ説明省いて、えー、素晴らしいエンディングなんで、えー、途中から、えー、世界チャンピオンの補正面倒さというのをやるんですけども途中の12ラウンドから当時は、ね、15ラウンドだったんですね、最終ラウンドが昨日あの井上尚弥選手が、ね、素晴らしい試合、僕もびっくりしましたけど素晴らしい試合展開しましたけども。も えーまあ、そういうに匹敵するというかね、えー、補正面倒さとの試合ラストシーンこちらです動画ですどうぞダメージを受け始めているもう少しじゃないの矢吹君頑張るのよさあひいはね力いっぱい打つのよ渾身の力を振り絞って悔いのないようにしっかりお嬢さんそんな無茶な 頑張るのよ見ているわ私

これはね唯一原作とアニメがほぼほぼ同じ、えー、15ラウンド戦って無敵の王者ホセ・面倒さ最終的に判定で負けるんですけどもホセ・面倒さはジョーのあまりの気迫に廃、えー、人同様になってしまう、まあ、最強のようにする。まあ、ジョーは 死んだかどうかわからないんですけども、まあ、ほぼ燃え尽きて真っ白になってしまうってことですね、あのー、カジュアル作品にあるある再起、まあ、不能か死ぬかどうなったかわからないっていう,こう切ななエンディングこれ一番最もカジュアル作品の中ではオリジナルに近いエンディングだったと僕は思ってますさて、えー、あまり時間がないんですけどどんどん端折っていきますね えー、さっき巨人の推言いましたけどねもう一本隠れた名作って言っていいのかなこれあの「サムライ・ジャイアンツ」っていうあのまたやっぱりこう野球漫画があります、えー、これちょっと動画ーオープニングご覧いただきましょうかね。はいというわけでねあの牧、ー、ちゃんねネットフリックスでもあのプライムビデオでもいいんでね是非梶原作品いろいろ見てみてください本当にあの、ね、熱い男の血潮があの走ってる作品多いです。 このサムライジャイアンツなんですけどこれもやっぱりアニメと原作では縫いが異なりますアニメだと日米、えー、ワールドー対戦っていうのがありましてね,、えー、とねロジー・ジャックスっていう、まあ、いわゆるまあすごい、まあ、ベイブ・ルースみたいなのすっごいバッターがやってきます、えー、第1戦第2戦で、えー、と3つあった魔球をことごとく打ち取られますハイジャンプ魔球1 0、えー,10メートルぐらい上にジャンプしてから投げる魔球まあ振ってま 普通ないんですけども普通、えー、それからあの大回転巻きってこうこうこうぐるぐる回りながら飛ばす巻き分身巻きゅう鉛が入ったあの高級のボールを握り潰してこう投げるともうボールがどうなるか分かんないとと分身してこう飛んでくるこの3つの巻きを持ってたんですけど3つとも打ち取られてしまう、えー、と決勝戦ではあの逃げ出してしまうんですけども彼女にねあとライバルにこう言われます。あお前は 戦わずに今逃げるのかと言われてまあ気持ちを持ちまして、ね、最後の決戦に臨みますまだ一つだけ投げてなかった球があったとああ最後にやってみます、えー、ハイジャンプ巻き大回転巻き分身巻きみんな打たれた最後にやってみますハイジャンプして大回転してから分身巻きを投げるこれはミラクルボールと言われて、えー、三振に打ち取ってついに日本のお巨人の侍ジャイアンスじゃなくて 世界の侍ジャイアンツになったなと言って川上監督に言われるシーンがこう最後タイトルになってるかなこれ「世界に輝く侍ジャイアンツ」ってこうタイトルになってるそうこれが最終話のタイトルです「世界の侍になった」となんですけどこれ原作がねまたねちょっと違うんです原作は日本シリーズというかあのセ・リーグの決勝があってもうジャイアンツ負けそうなんですもう優勝できない だから三連投するんですね。この主人公のバンババンというのが三連投するんです。三連投したら人間は一体どうなるのかというんですけども、でもバンババンはこういうことを言うんですね。俺は投げるぜ。たとえこれが最後の一球になっても。そして投げます。逮捕捕殺というねあのライバルに対して三連投。 三連戦どんどん投げていきますそしてついに打ち取りジャイアンツは優勝しますただ優勝するんですけどバンババンはグラウンドから動きませんおめでとうと駆け寄る八番、えー、キャッチャーが駆け寄るとそこの板バンババンは立ったまま息を引き取っていたと3連投による疲れと 分身魔球といいううものすごい力を使う心臓に負担がかかる魔球を投げ続けたおかげで心臓発作でグランド上で立ったまま絶命するそうですこれはあいつは熱球一番命をかけた鉄のサバンの折れるまで熱い血潮が燃え尽きるまでと、うん、正真正銘命をかけて、えー、侍ジャイアンツ侍になったこれがあのー、原作のラストシーンです。えー、テレビでは命は命 ななくなりませんでしたということでねかなり梶原作品、えー、原作とね、えー、違うことが多いですね。えー、まあねこのほかにもねちょっとねいろいろあるんですけど時間大丈夫かなよし柔道一直線をいってみようかな。あー柔道一直線これ動画まず見てください柔道の話です。 昭和39年10月、東京オリンピックの真っただ中で日本柔道はオランダのフェイシングの巨大な体と力の前に一敗地ちにまみれた。 「瓦の道に命をかけた男の意地が人をえる」 これね、あのー、柔道の題材にした漫画なんですけどあの柔道の技ってアニメとかあのドラマにするとまあ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 派手ではない派手ではないんですよプロレスとかそういうものに比べてねそれで大野憲遊会さんっていうあの、まあ、立石の方まあ,あの分かりやすく言うとなんだ 吹き替えね縦やるっていうあのスタンドマンみたいな方たちがねいろんなことをやられるんですよとんでもないあの技二段投げとかねあの二段投げって肩車の一緒に肩車して相手を投げ飛ばしたと同時に同時に走っていってその相手より速く走っていってなぜかもう一回つかんで、ね、投げるっていう二段投げ、まあ、物理的に無理なんですけど二段投げだったり地獄車こうあの相手 こうのこう体をこう巻き込むようにしてこうゴロゴロ回っていって相手の後頭部と背中をどんどん打ちつけていく、まあ、もしくはライバルの大噴火投げ人間を上に持ち上げて頭突きでゴン持ち上げてゴン持ち上げてゴンってやって、えー、まあいろんな、あのー、物理的にありえないような、ねあのー、大技が出てくるんですそれはそれでもうその漫画というか映像としてはすごくあの面白い。 えー、作品でしたでこれも、ね、あの同じように師匠である車周作という方があのー、最終的には敵になってうんと日米、えー、ハイスクールー柔道大会っていうのがあるんですけどそれで地獄車自分の技を弟子に教える弟子の名前主人公の名前は一条直也なんですけども弟子に教えるんですけどその地獄車の破り方を相手の外国人選手に教えているというねそれでもあのー。 どうせ戦っても負けてしまうんじゃないかということで一旦は一条直哉はあの背を向けるんですここも一条直哉もやっぱり防子家庭なんですねお父さんいないんですよあのそういう設定が多いんで,で一度は逃げるんですけどもライバルたちの戦う姿を見て逃げている場合じゃないと俺は出るぞと言って準決勝で、えー、そのど、えー、何だっけ 名前ちょっっと待って,て、えーとえー、あロ,ッロック・ゴードンっていう選手を準決勝で当たります。会場で退治した時はこれ。ですこれ退治して、えー、直哉は倒れても倒れても起き上がるであろうカンってこうここで戦わずに終わってしまうほいでねあのね読者から猛烈に批判が来ましてねこれおかしいだろうってほいでカンってなってからですよ 続き作ったんですよカジュル先生がまた戦いました、えー、このゴードン選手とそしてこうなりますこれです、えー。ゴードン選手は地獄車破りをあのー、授けられているので地獄車が来るのを狙ってるんですね地獄車を出したら今度は一条直也は負けてしまうんですね破られて返されてしまうだから地獄車出さない出さない出さない中結局のところは最後は普通の柔道の技の一本上位で勝つんですよ そう投げて勝ってこれが先生の車作が驚いたた顔ですね勝ったつまり必殺技であるとかある得意な技で勝つのが本来の柔道ではなく相手の技に身を任せて、えー、自然の流れに身を任せて勝つのが本来の柔道であるということを弟子に教えられて、えー、地獄車で生涯を燃やしてた車修作は 弟子に負けた弟このあと一条直哉はですね、えー、この大会で優勝しまして、えー、世界大会に選手として選ばれていくことになって、えー、この、えー、師匠の車周作はある居酒屋さんでテレビ中継でその世界大会で大活躍する弟子の一条直哉の姿を見ているんですね。そそれでその一条直也はまあ 井上選手じゃないんですけどもリトルモンスター直也一条と呼ばれているのをテレビで見て最後こうなります居酒屋でテレビを見ていた車周作弟子の一条直也の活躍する姿を見てなんと死んでしまうんですねで、お医者さんが来てなんと安らかな死に顔なんだろうと言いますこれは弟子が成長したあーのを見届けた師匠の 安らかな顔であったとこれが本来の柔道一直線の最終回ということなんですね。あのう事な梶原作品はねたくさんこういい作品があるんですけどこれ今スポーツばっかりやってきましたけどお最後お少しだけえこれ見てもらえます。これ恋愛ものというにはあまりにも激しい恋愛もの「愛と誠」というシリーズがあります。こここちらでですすねれれ高校生ですよ愛と誠、うん、これあのー 実際、まあ、知ってる方も知ってるんですけど、まあ、知らない方でぜひ見てほしいんですけどねこれね、あのー、劇場版映画になりました当時のアイドルのなんと西城秀樹さんそれであのー、江口洋介さんじゃないんですけどアニメの主人公のキャラがそのままその後芸名になったという早乙女愛さんこの2人が、あのー、主人公キャストで、えー、映画がされてますそれの予告編ちょっとご覧ください。 さんよそうやって恋人を待ってるみたいに俺を張ってるのは早乙女愛の名前に関わるぜ卑劣よあなたのやり方何私の父の後ろ盾があることをいいことにしてやりたい方だ本当に悪質だわそんな俺に誰がしたと思うこの傷をつけたやつなんだぞ分かっています私なりに必死に償おうとしています償うだと気安く言うんじゃねえ この傷はな、恩着せがましき少年刑務所から名門校に蔵替えさせてもらった程度で償えるもんじゃないんだあの男は根っからの悪だ、未見の傷があろうとなかろうと彼は不良になっていたさそんなことありませんあの時 で私を助けてくれた幼い誠さんの魂は今でも心のどこかにきっと残ってるはずです。 君に失望した君タイが大我誠を愛してると表明したからではないそれによって僕が片思いの立場に立たされたからでもない学校中の笑い者になりながらも昔の恩人に尽くそうとする君の勇気は尊敬に値するしかし早乙女君人を愛することは厳しいことなんだよそれは戦いでさえあるあ はいこれねすごい作品なんでね是非原作読んでくださいあのオチ言いませんけど最後は何だろうすごく切ない話になりますえー、今日ねだいぶ端折ってきましたけど梶原先生の作品はねもっと語り尽くせない部分がたくさんありましてねあの是、ー、非皆さんあのー、原画でもいいのでげ、えー、原作でもアニメでもいいのでご覧になってくださいあの僕が言いたいいたののはねあのー、これないと,でないと 昭和を生きた男たちでずっとやってますけど昭和の良さ令和の良さっておののあると思うんですけど、あのー、今の時代に欠けてることっていうのは熱だと思うんですよ熱若い子も熱を持ってない結局失敗が怖い、あのー、それからだから人を愛することもあの傷つくことが怖いあの何かに挑戦することも失敗するのが怖いだったら最初からやらない方がいいそういうふうに最初から諦める風潮がもう蔓延してる。 だから100円ずつ貯めて10日になったら1,000円になるからやるとそれが根性じゃないってった梶原先生の言葉にここは集約されてると思うんですよ。あの成功するからやるんじゃなくて、まあ、やってみる夢とか目標とか持って熱を持ってやってみるそういうことが今のこの令和のには大事じゃないかなと思ってだからこれからもこの昭和を題材にして、えー、平成令和 にかけて、まあ、こういうエンタメを通しながらね、そういう教えみたいなものを語っていきたいと思うので、ぜひこの番組ご覧いただけるとありがたいです。まあ、今日もこんな感じで、えー、ありがとうございました。まあ、ゴールデンウィークも終わって、素敵なあなたと素敵なあなたでやってくださいね。デザートはあなたで。